どうも皆さんこんにちは、チャクワスです。本日はですね、今私は東京都港区の竹芝エリアに来てるんですけども、本日はですねこちらメズム東京オートグラフコレクションにね来ております。本日はですねこちら一泊ですねお世話になろうと思いまして来ております。マリオットボンボイホテルのプラチナステータスね保有しておりますんで、どんなサービスがね受けられるかっていうのもね、レビューしていきたいなというふうに思っております。こちらは2020年の4月の28日から開業したねホテルというふうになっておりまして、まだね4ヶ月経たないぐらいのねホテルということなんで、かなりね綺麗なんではないのかなというふうに思っております。それではね行ってみたいと思います。チェックインが1階じゃないんですね。そうなんです。15階に行ったら、お腹寝るすいません。こちらに、はい、それではですね無事チェックインすることができました。それではね客室の方に行きたいと思います。今回ですね1904ということで入ってみたいと思います。どうでしょうか。中に入ってきました。いや眺めすごいですね。今ね入ってきたわけなんですけども、まあ入り口にね荷物置いてあったと思うんですけども、なんとですねこちらのホテルはチェックインするとですね部屋まで案内していただけるということで、一応聞かれたんですよね。聞かれてですね一応いいですよって申し出たんですけども、まあちょっと伝わってなかったのかっていう感じで、お部屋までですね一緒に荷物ね持ってきていただいたっていう感じですね。で今回は、メズム東京オートグラフコレクションですね、一泊宿泊させていただくんですけども、今回は、マリオットボンボイポイントの5万ポイントで一泊ね宿泊させていただきます。客室がですね今入ったばっかりでこんな感じですね。こちらに大型のテレビがあります。ソニー製ですね。で私の名前がちゃんと入ってる、すごいですね。どっから行きましょうかねまあ順番に行きましょうか。まずですね客室に、全ての客室にカシオのね、ピアノが備え付けられているということで、これ自動演奏とかもねできるみたいなんですよね。もしね気になる方はぜひやってみてください。ちょっとね音楽っていうのはちょっとね自動演奏の音楽っていうのはね実際にお見せすることがね著作権的にできないので、すいませんけどもそこはご了承ください。でこちらですね、これはおしゃれな、これ中何入ってるんですかね。あこれはオブジェですね。ゴミ箱とこちらオブジェですね。でこちらですね、これが噂のサルタヒコのコーヒーって聞いております。サルタヒココーヒーですね。見えますかね。こちら、伊勢神宮の近くにある、サルタヒコ神社、そことコラボしている、共同でね、共同なのかな、公認のねコーヒー店ということで、今聞こえましたかね。船の汽笛ですかね。聞こえてますね。まあそれは置いといてですね。このサルタヒコっていう、こちらね結構高級なコーヒーみたいなんですけども、こちらがね備え付けられておりまして、ミネラルウォーターが2つあります。でこちらね見ていきましょう。あ綺麗ですね。おペコちゃんの
あれですね、お菓子とかもついてますね。こちら無料でいただけると思います。あとね、こちらにおかわり用のやつと、こちらはティーですね、紅茶が入っております。で、こちら冷蔵庫になります。左側が冷蔵庫、こちらなんとですね、こちらビールとハートランドかな、ハートランドのビール2本とお水なんですけども、こちら全てね、無料でいただけるという説明を受けました。で、こちらはティーセットですね、抹茶ですかね、あるんですね、すごいですね。あと、こちらはカラですね。よいしょ。では順番に左側に行ったんで、次は景色に行ってみましょうか。ここはね、チャプター2の、キングベッド浜離宮ビューっていうホテルですね。私はチャプター1の無料宿泊でね、今回宿泊させていただきましたので、アップグレードですね、一つさせていただいております。すごいですね、ありがたい限りです。よいしょ、ちょっと窓開けて外見てみましょうか。ちょっと風が強いかもしれないんで、風がねちょっと入るかもしれない、そこだけ覚えておいてください。どうでしょうか。いやー、これいいですね。いや、いいですね、これは超眺めいいですね。コンランとか見えますね、目の前に。いやー、これはいいですね。あれは東京スカイツリーですかね、見えますね。東京スカイツリーじゃなかったらどうしよう いやー、すごい眺めがいいホテルになってますね。こんな感じで、ちょっとね風の音入ってるかもしれないですけども、ちょっとそこはご了承ください。っていう感じで、バルコニーがね、軽い感じですけどもね、ついているっていう感じですね。よいしょ。では部屋の方戻ってきました。次にこちらですね、ベッドルームのソファーですね、かなり大きいのが一つあります。で、こちらはちょっと後ですね、紹介しようかなと思ってるんですけども、チェックインの際にね、レストランとラウンジのね、利用の案内をいただけます。で、空気清浄機が置いてあって、こちらベッド周りですね、すべてタブレットでね利用するっていうことでしたんで、ここかな、あ、こんな感じでねタブレットで利用できるっていうことですね。これもちょっと後でねやってるところを見せたいなと思うんですけども、ちょっと私も今ねやり方も全然わかんないんで、ちょっと後でね紹介しようかなというふうに思います。で、こちらベッド周りですね、こんな感じです。かなり大きいベッドが、キングサイズのベッドが一つあります。いや、いいですね。では、反対側行きましょうか。こちら時計と、メモ帳とペンと、この電話もまたおしゃれですね。で、電源周りは USB とコンセント1個ずつありますね。よいしょ。あ、ここやっぱ開くんですね。非常灯とあります。それでは次ね、洗面台の方に行きたいと思います。いや、これおしゃれですね、これ。これおしゃれですね。これアメニティっていうふうに聞いてるんですけども、これがね一つずつ外せるようになってて、アメニティになってるんですね。これすごいおしゃれですね。下は何も入っておりません。で、こちらに拡大鏡ですね。あと、こちらコットンですかね、ローションとかもありまして、こちらが鏡っていうふうになっております。で、ハンドソープとタオル等々ですね。こちらにもタオルがあります。こちらにもタオルがあります。で、こちらにドライヤーとね、下に体重計がありますね。では、こちらは、ここを開けると入り口の方とね、つながるんですね。こんな感じで、入り口ですね。で、入ってすぐね、お手洗いとか。押しです。お手洗いがありますね。で、こちらにクローゼットですね。枕とガウンが2つと、下駄ですかね。サンダルみたいな、下駄みたいなのがね、ありますね。あと、これは、普通のスリッパもあるっていうことですね。
でこちらに金庫で、こちらはこれは何ですかね、アイロンですかね、アイロンと思われます。まあ、アイロン台がね近くにありますんでアイロンでしょうね。でこちらにランドリーバッグとかがねありますね。よいしょ。で最後にお風呂場見ていきたいと思います。全部ねガラス張りになってるんですね。すごい綺麗ですね。はい、こちらこのブランド初めて見ましたね。ザ・ブレンドでいいんですかね、このブランドのアメニティです。特にそれ以外についているものっていうアメニティはこちらですね。これは何でしょうかね、バスソルトですかね。これはそうですね、入浴剤ですね、ついております。でシャワーがついてますね。でこちらにねシャワーがついておりまして、かなりね大きいバスタブがついてますね。でこちらちょっと一回ドア閉めてみましょうか。でこちらで、こちらにねカランがついてるって感じですね。で反対側ねこんな感じになっておりまして、ちょっとね声響いちゃってると思うんですけども、中側からねこんな感じで全体が見渡せるような感じになってるんですね。これはおしゃれです。よし、じゃあ出てみましょうか。よいしょ。客室に関してはねこんな感じですかね。うん、上の間接照明とかもねすごいおしゃれに作られてますね。それですね、今回チェックインの際にねこの2つの紙をいただきました。でこちらは、レストランとかね営業時間がね一覧で載っているっていう感じになっておりますね。でもう1枚の方は、私はマリオットボンボイねプラチナエリートプラチナステータスね持っておりますんで、こちらはクラブメムズっていうねクラブラウンジが26階だったかな、ありますので、こちらにね営業時間が書いておりますね。で今日ね金曜日ということでかなり、ね、混んでいるみたいで、このねカクテルタイムの時間はかなり混み合うので覚えておいてくださいみたいなね、そんな感じでお話をいただきました。で8時以降はね未成年の方ね利用できないっていう風になっているみたいなんで、あとね客室にねスリッパみたいな先ほど出てたと思うんですけども、そちらの利用はねご遠慮くださいっていうのとね、持ち物の持ち込み持ち帰りはしないでくださいっていうのね、書いてあります。でプラチナエドチタンエリートアンバサダーの方は同室1名様まで利用できますっていうのはね書いてありますね。それではですねこちらに1泊お世話になるんですけども、こちらのホテルですね4月27日より開業したホテルというふうになっておりまして、東日本ホテルグループがね運営しているホテルというふうになっております。まあこの他以外、このホテル以外にもですね東京ステーションホテル、ホテルリッツ、メトロポリタンホテルなどね運営しているという感じになっております。でこのメズム東京はですねオートグラフコレクションというふうになっておりまして、オートグラフコレクションのブランドということで、こちらのねメズム東京以外には品川駅にあるですねザ・プリンス桜タワー東京オートグラフコレクション、まあ、こちらに続いて、まあ、2つ目っていう感じなんですよね。でこちらのね、メズム東京自体はですねアクセス的にはですね東京竹芝駅っていうねゆりかもめ駅のねところからだと本当にね徒歩 2,3 分で私来たんですけども、それ以外にはですね大門、あと浜松町駅あたりからもですね歩いて 7,8 分でねこちら来ることができるホテルというふうになっております。まあでもですね天気が悪かったり今の時期はですねかなり暑かったりしますんで、できるだけね簡単なアクセスでね来たい方はゆりかもめのね竹芝駅から歩いてくるのねおすすめっていう風になっております。でこちらのホテルはですねカテゴリー6ということで、今回私はマリオットボンボイホテルね5万ポイントで宿泊させていただくんですけども、オフピークは4万ポイント、スタンダードが5万ポイント、ハイシーズンが、ピーク時ですね6万ポイントで宿泊することができるっていう感じのホテルになっております。でまたなんですけども、このホテルはですね26階建てになっておりまして、今回私が宿泊させていただいたのは19階のチャプター2アマリキューガーデンビューっていうお部屋ですね。こちらに一泊ね、お世話になろうと思います。またねクラブラウンジっていうのが結構時間帯にね分かれて利用できるみたいなので、そちらもね今回ねシェアできたらなというふうに思っております。それではこちらにね一泊お世話になろうと思います。それではですね今4時40分ぐらいなんですけども、これからねラウンジの方行ってですねオードブルタイムっていうのが5時からっていうことですんで、そちらね行ってみたいと思います。
ちょっとねこの新型コロナウイルスの影響もありますんで、マスクをしてね、でちょっとランジの中は多分食事等々もね出ると思うんですけども、ちょっとね喋らないで、今回ね動画撮りたいと思いますんで、ちょっとねつまんない動画になってしまうかもしれないんですけども、そちらねご了承いただければなっていうふうに思います。それではねラウンジの方行きたいと思います。25階に到着しました。こちらにね看板があって入り口っていうふうになってます。それではですね、ラウンジから帰ってきました。私が行ったね、4時40分ぐらいの時間帯はかなりね、空いていたんですけども、本当にね、続々と、人ね、増えてきましたので、もしね、ラウンジ利用してある程度ね、ゆっくりされたいという方はですね、5時からカクテルタイムね、始まり、オードブルタイムとカクテルタイムかな、始まりますんで、早めにね、行かれることをお勧めします。で今現在はですね、新型コロナウイルスの影響ということもありまして、本来ねブッフェ形式でサービスされてるんですけども、現在はね全部店員さんがね運んでいただけるっていうサービスになっておりまして、飲み物からね食べ物すべてね店員さんが運んでくれるっていった感じになります。ちょっとね副支配人の方とね喋らせていただく機会がありまして、副支配人の方の話によるとですね、かなり好評ということで、今後もですねもしかしたらこのブッフェ形式ね、今新型コロナウイルスで、フルサービスでやってるんだけども、今後もねこのサービス継続するかもしれないって言っておりましたんで、もしかしたらですね次来る時等々ですねブッフェ形式だと思ったら、実はねフルサービスそのままっていう可能性もねゼロではないのかなっていうふうに思いました。でまたねクラブランジはねかなり人多かったですね。室内席と外のね席があるんですけども、外の席はね結構少なめなんですよね。室内の席はね結構多いんですけども、外の席はねかなり少ないので、ちょうどねこういう感じで景色を楽しみながらね利用することができるわけなんですけども、
こういう席をね取りたいっていう方はですね、ちょっと早めに行かれるようにしてくださいね。すぐね左右の席埋まりましたので、せっかく来るのであれば景色がいいところでね、食事お酒ね楽しみたいって方いらっしゃると思いますんで、ぜひ早めにね、来るようにしていただければなというふうに思います。それではですね、7時からライトキャップっていうのがね始まるそうなんですけども、おそらくねそんなにサービスはね変わらないと思いますので、一応ね時間があったらそちらもね見に行ってみたいなって思っている次第でございます。それではですね、ちょっとゆっくりしつつホテル滞在ね楽しみたいと思います。それではですね、今客室の、ベッドの隣にいるわけなんですけども、こちらですねタブレットがね用意されております。これねどういうことができるのかちょっと私全然わかんないんですけども、ちょっと触っていきたいと思います。あ、ルームコントロールも全部できるんですね。電話もかけられるしっていう感じですね。でメインメニューの方に戻ると、インルームダイニングやレストラン案内、ホテル案内ですね、イベント等と客室備品使用方法とかね、チェックアウトもこちらでできるっていう感じで、今回ね私滞在させていただいて、チェックアウトの方ねチェックインの際に聞かれるんですよね。ルームキーをですね部屋に置いてチェックアウトねこちらで済ませて、退室でも OK ですよみたいな話をいただきましたので、私も今回ねそちら利用するんですけども、明日ねチェックアウトする際にこちらのねタブレットでこのチェックアウトね押すとチェックアウトして、鍵をね、部屋に置いて退室でもチェックアウト完了っていう感じでね利用できるっていった感じですね。それではねせっかくなので電気消してみましょうかね。それではこちらからちょっとねボタンを押しますね。でマスターボタンをね消してみますね。おお消えましたね。ちょっと映ってるか分かんないですけど、私の顔がこんな感じで操作することができるっていう感じですね。これは非常に面白いですね。でそれ以外にはですね、こういう感じで、まあ、場所だけねすることもできますし、こういうリラックスとかね、ナイトスケープとか、ああこういう感じでできるんですね。一応ね見ていただきたいと思います。今ね全部ついてるっていう感じなんですけども、ちょっとね押してみましょうかね。押しますね。じゃあリラックスを押してみますね。こんな感じでライトが切り替わりましたね、うん、でナイトスケープ変わったかな。あ、変わりましたね。これがナイトスケープモードですね、うん、かなりおしゃれですね。でこの多分ナイトスケープっていうのは多分あれですよね、景色をね楽しめるように照明もね、切り替えることができるっていった感じですね。これは非常に面白いですね。ですけどもやっぱりね夜景撮るときはですね電気全部消さないとね、やっぱりこの大きい窓にね反射しちゃいますんで、ちょっと綺麗に撮れない部分もありますよね。まあタブレットでねこういう感じで操作できるっていうのは非常に面白いですよね。他のホテルで私はタブレットで操作できるホテルって私多分ね利用したことないと思いますんで、かなりね面白いなっていう感じですね。ぜひねこちら来る方、この操作ね、操作っていうかまあそんなに難しくないんでね、一応タブレットでね操作できますってこともね覚えておいていただけたらなというふうに思います。それではですね、今ちょうど8時ぐらいになりましたんで、ちょっとね夜景を皆さんにお見せできればなというふうに思ってます。どうですか、どうですか、この夜景はどうですか。はい、私の顔は邪魔ですね。じゃあそれでは夜景だけ行きましょう。それではね、メズム東京の夜景です。どうでしょうか、めちゃくちゃ綺麗ですね。これちょっとね風の音入っちゃってるかもしれないですけども、そちらはご了承ください。いやすごい綺麗ですね。はい、これでね私の部屋から見えるのはこれで一周っていう感じですね。皆さん見えますかね、ちょうど。あ、でもカメラの今モニターを見てる感じだとですね、ちょっとズームしますね。これがマックスズームですけども、東京スカイツリーがね綺麗に見えますね。これがズームするとこんな感じです。いやーめちゃくちゃ綺麗ですね。
どうでしょうか。すごい綺麗ですね。うん。はい、それではですね、今またこっち側には戻したわけなんですけども、いやすごい綺麗ですね。この夜景がですね、こちらですね、部屋から楽しめるっていうのはかなりいいのではないのかなというふうに思います。人が立ってもですね、こんな感じで、私のバックに綺麗な夜景もこんな感じでね、まあこれはあんまり紹介しても意味ないかもしれないですけども、いやでもここ気持ちいいですね。はい、こんな感じとなっております。で、私のね部屋はですね、ちょっと残念ながらこのバルコニーっていうのは椅子とかね、そういうものはないんですけども、これね、かなり上の方になってくると、上のクラスの客室かなになると、椅子とかもねあるような部屋もあるそうなんで、すごいですよね。座りながらここでね、楽しめちゃうみたいな感じですよね。で、先ほど言った通りね、冷蔵庫の飲み物、まあビールとお水しかないんですけども、でもお酒がね無料でいただけるっていうのはいいですよね。それを飲みながらね、この夜景楽しみながら飲めるっていうのはまた楽しめるんじゃないのかなっていうふうに思います。それでは、ね、私はこれからね、ナイトキャップの方に行きたいと思います。ラウンジの方にね行ってきます。の方に戻ってきました。ナイトキャップのラウンジなんですけども、この時間はねそこまで混雑してるっていう印象はありませんでしたね。またね、アルコールの提供も引き続きされておりますので、お酒飲まれたいっていう方はですね、5時から9時までの間お酒いただくことできますんで、ぜひね参考にしてみていただけたらなっていうふうに思います。私はですね、これから、お風呂に入って本日の方はね休みたいと思います。それではまた明日です。おはようございます。今ね、朝の5時半ぐらいなんですけども、ちょっとね外に出てきてみました。こんな感じです。今ちょうどねホテルの入り口がここら辺に見えてると思うんですけども、いや非常に綺麗ですね。あとね30分ぐらいしたら朝食始まると思いますんで、朝食ね行きたいと思います。今日もね、まあまあ天気がいいぐらいなんですけど、すごい気持ちいいですね。それでは朝食ね、もうちょっと待ってから行きたいと思います。今ね、ちょうど朝の6時半ぐらいになりましたので、朝食ね、行きたいと思います。
クラブラウンジではね、朝食のサービスはないっていう感じになっておりまして、1階のねレストランシェフスシアターだったかな、そちらでいただくことができますので、そちらね行きたいと思います。朝はですねこんな感じですごいね見晴らしが良くて気持ちいいですよね。ぜひねこの朝焼けとかもね時間があれば楽しんでいっていただきたいと思います。それではねこちらで朝食です。行ってみたいと思います。それでですね、客室の方に戻ってきました。朝食はですね、とても美味しかったですね。で、本来はですね、ブッフェ形式が取られているわけなんですけども、今現在ですね、新型コロナウイルスの影響で、全てね、店員さんが席まで持ってきていただけるっていうサービスになっております。味に関してはですね、申し分ないですね。すごい美味しかったです。ぜひね、このホテル宿泊される方はですね、楽しんでみてはいかがでしょうか。それですね、しばらくホテルの方でゆっくりしたいと思います。それでですね、今ちょうど午後ね、3時過ぎぐらいなんですけども、そろそろね、チェックアウトしていきたいと思います。チェックアウト自体はですね、チェックインの際にエクスプレスチェックアウトっていうのをね、お願いしておりますので、こちらのね、タブレットでチェックアウトを押していただいて、部屋にね、鍵を置いて出ていくっていう感じになります。でですね、今回マリオットボンボイのね、プラチナステータスとしてはですね、レイトチェックアウト16時までね、利用することができましたし、ラウンジも利用することができて、朝食もね、無料で利用することができました。またね、こちらのホテルはロビー、ラウンジ、まあ客室もそうなんですけども、フロント自体がね、16階ということで、その上にね、客室があるということで、景色がね、すごいいいホテルなんですよね。ですので、もしね、気になっている方、ぜひこちらね、宿泊しに来てみてはいかがでしょうか。とてもね、満足のいく滞在というふうになりました。またね、今回、マリオットボンボイね、5万ポイントで宿泊させていただいたわけなんですけども、SPG アメックスのね、年会費更新でもらえる5万ポイントでもね、まあ、シーズンによってはしまうんですけども、こちらね、利用することができますので、こちらね、かなりいいのではないのかなというふうに思います。まあ、私は今回、ポイントで宿泊、5万ポイントでね、宿泊させていただいたわけなんですけども、宿泊したのが金曜日から土曜日ということで、週末だったっていうこともあって、ちょっと一泊の値段ね、まだ調べてないんですけど、ちょっと調べたらね、ここら辺に出させていただきますね。まあ、予約した時点でですね、もうすでに一番安い部屋でも5万9000円ぐらいだったかな、っていうのがありましたんで、かなりね、値段的には高かったんじゃないのかなというふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。